どうも、エルザです。それでは、ラストオブアースパート2やっていきたいと思います。アビー編1日目ということで、なんとか、襲撃は、免れてっていうところだけど、負傷者が2名出てしまったね。すげえな、溶接してんのか。こうなるとね、やっぱ技術者って大事だよね。登録を。ご苦労様。任務あるか。ないけど、アイザックに会いに行って。二人とも？ええ。二人ともね。様子が変だね。アイザックを探すぞ。先にメルの様子見に行こう。ああ、アビー。アイザックいる？ううん、カールと新入りだけ。そう、どうも。この人、違うか。拷問した人にそっくりだったから気のせいか。あ、アリス。アレスか、これは。あ、いたいた、アリス。あら、アリス。いい子にしててよ。すぐ迎えに来るね。えらいね。ここは任務か。ほんと、なんか物騒だね。お前は。ああ、アビー。アビー、元気？ちょっと来て。よう、アミーガ。済むから。待って。お疲れ。アビー、無敵のお前らもついに救助されたって。そうだよ、初めて。放送エリアの近くにある。もうやっぱそんだけ強いんだ。名前知らないやつがいないぐらいな感じだよね。まあちょっといじらせてもらって、武器がね、どうしても今2つなんで、ライフルは3点バーストね、確かに強いんだけど、いやこれすっごい悩む。弾の消費のバランスがね、接近戦向きにはなるけど。まず安定性かな。おお、なんかちょっと見た目変わってかっこよくなったね。よう、アビー、いい腕してんな。どうも。いや、アイザック見なかった？いや、こんだけうるさきゃ俺でも隠れるよ。アビー、ちょっと来て。はいはい。どうした？何？奇襲されたって？どこだった？ああ、確かこの辺、倉庫の近く。くそ、また警戒網を突破されてる。ねえ、アイザックはどこ？さっきまでここにいたけど。そう、どうも。探してみる。あ、そういえばアイザックって分かんないんだよね。名前は聞いてたんだけど。オッケー、脱臼してるところはなさそうね。膝の腫れは。あ、この子、この子あれだね。え、この子、地下で元気？あ、アビ、どうしたの？なんか噂聞いてる？まさか。病院に部隊が派遣されたことくらい。物資回収で。楽しそう。マジで。ね、君もそこに行くんだよ。面白いの？難しいけど面白い。曲も最高だし。お邪魔しました。またね。これなんだろう、そんなコントローラーってか本体動かすほどのゲームじゃねえんだよそれ。ゲームオタクね。いや、いいことよ、ゲームオタク。これもゲームやから。ゲームの中でゲームしてるっていうね。先生、かなりひどいんだろう。まだマシな方ね。じっとして。ああ、無事助かってたみたいだね。大丈夫？痛みは？ああ、痛み止めが効いてるし平気だ。
休んでて。手はどうだ。まあ指はほとんど残るってさ。ああ、それはよかったね。だろ、大丈夫だって。そっちか。本当、あっという間のことだった。不幸中の幸い。ああ、噂をすればってやつ。来てくれたの。具合はどうだ。数針縫えば完全復活。あんたたちも少しは休めって言ってやってよ。ほら、メル、休んでて。了解。ちょっとした力仕事あるんだけど、二人とも来てくれない？いいよ。じっとしてろ。分かった。休んでおく。ノラはあれだね。さっき言ってた給養物資っていうか、医療物資を取りに行くときの話だね。西の病院に向かう。あ、やっぱこっから向かったんだ。そうそう、物資の回収でね、エリーが見つけるんだよね。ねえ、メルは平気なの？赤ん坊のバイタルが少し不安定だけど、心配ない。マジか。応援に伝えなきゃ。そばにいたいだろうし。だね。不安定か。どっちだろうね。出産前かどっちかっていう話だよね。ついてきて。ひどい。これ全部味方？うん。まだまだ増えるだろうね。なんで？なんでこんなに？スカーがやったの？メルには秘密だよ。いい。ノラ。とりあえず今はね。来て。ん？それ中身誰？嘘だろ。何かよ。オーエンは？そうね。数日前報告があったんだ。マリーナの近くでスカーを見たって。ダニーとオーエンが総統に向かって、今朝フェンスのそばで倒れてるダニーが見つかった。腹撃たれたってのに歩いて戻ってきたんだ。やっぱスカーよほしてブーだ。アイザックが死ぬ間際に話したらしいけど、今のところあっちに部隊は派遣されていない。じゃあオーエンは？アイザックはなんて？聞こうとしたさ。でもアイザックに睨みつけられて口止めされたんだ。だからあんたたちも黙ってて。オーエンのことだ。心配ないだろう。アイザックはどこ？黙ってるから。アイザックなら確か部屋にいるって。私はメルの様子見てくるから、後で連絡して。うん。うーん、なんでアイザックは捜索隊を派遣してないの？ノラに言ってないだけじゃねえのか？だといいけど。でもさ、それにしたらアイザック、オーエンとなんか企んでる？もしかして裏切り者っていう話が出てるからさ。アイザックいる？中にいる。入れ。どうも。マニーじゃねえか。よう、元気か。ゲームしてくか。残念、ボスと面会。さすが大物。俺ってできる男だからさ。はいはい、またな。コイン月中。全然見えねえ。全然見えねえ。一応こんだけ発達してたらお金は需要がありそうだね。大事な感じがする。
取引は全部お金だろうしね。任務こなしてお金もゲットしてって感じだろう。それは？アイザック、3日かかりましたが、ついに74から情報を引き出せました。奴が本当のことを言っているなら、南の海岸が一番の狙い目でしょう。地図に印をつけて部屋に置いておきました。なるべく早く、速攻かに確認させるべき。まだ何か隠しているそうなので、もう数日尋問続けてみようと思います。フォスター軍曹。ああ、何かしらの海岸の方に行くんだね。理由があって。ほんと嫌な場所だぜ。ひでえ匂いだ。こいつらに、今朝の仕返ししてやりたい気分。大賛成。今朝の仕返し？ああ、スカーか。またゲーム？ユアビ。アイザクは？そこにいるよ。ああ。長くなりそう？お前らが来たら呼べって。来な。ボス、アビーとマニーです。そいつを寝かせるな。はい、ボス。上に行くぞ。小競り合いに巻き込まれたそうだな。こっちは死人ゼロ。怪我人が出ただけです。向こうはひどいざまだ。いつもそうだといいんだが。基地が賑やかですね。明日になれば他の部隊も到着する。何する気です？このまま小競り合いを続けるわけにはいかん。ってことはつまり休戦って手もある。だがどちらかのクズがバカな真似をして破綻するのも時間の問題だ。ならば根絶やしにする。でも前に島を奇襲した時は。今回は総力戦だ。数日後に嵐が来る。それに乗じて進行するぞ。お前たちが先陣を切れ。隊員を選んで準備を始めろ。大江はいつ戻る予定です？ノラが喋ったのか。ソルトレイク組の間で隠し事はなしか。無事なんですか？知る限りはな。なら、なぜ捜索隊を出さないんです？ダニーを撃ったんだぞ。しかもスカーを守るためにな。ありえない。なんだと？応援らしくない。誤解です。ダニーが死ぬ間際に俺に嘘をついたってのか。ボス、噂が広まれば、オーウェンは終わりだ。もし誰かに見つかれば、あいつは半殺しにされて。だったらおしゃべりは慎むんだな。探しに行きます。私があいつを連れ帰って。ダメだ。でも数日で嵐が来る。ダメだ。チャンスは一度きりしかない。何より重要な作戦だ。
当然オーウェイよりもな。奴が戻ってきたならチャンスをやってもいい。真相を突き止めよう。お前が必要だな。はい、分かってます。よし、作戦を確認して隊を編成しろ。何か食ってこい。また後でな。スカーのためにダニーを殺すなんてありえねえだろ。なんだよ。ダメだアビー、行くな。朝には戻るからうまくごまかしといて。お前大目玉食らうぞ。作戦が終わるまで処分はされない。けどどうやってオーウェンを見つけるつもりだ。居場所ならわかる。後でぶっ殺す。なんだよ。ちょっと本気でやめてってば。はいはい、お前もこっちでこの景色堪能しろよ。ほんと綺麗。ほら、せっかくここまで来たのにこの最後の2段が登れないっていうのか。そうだって、ここまででいいって言ったし。うん、そんじゃこうしようぜ。今からちゃんとこっちに来て。ここに座る。それか子供用の席で俺と景色を眺める。訓練に遅れちゃう。マジで一晩くらいサボったって平気だろ。ダメ。交渉の余地は。もう遅いし。あ、そう。わかった。ちょっとやめてよ、落ちたら危ないでしょ。落ち着けってば。俺もうこんな生活耐えられないよ。オーウェン、飛び込むなら別れるから。いい？愛してるよ。ちょっとオーウェン。高所恐怖症、これは最悪だな。バカ、お前まさか飛び込んだのか。溺れたと思って。助けに来てくれたのか。違う、溺れてんのを見たかったの。なあ、すっげえもん見つけたんだ。何？気になるか、なら俺と一緒に来いよ。さあ、アビーの過去だね。戻らなきゃ。戻るって、俺見せたらな。オーウェン。大丈夫だって、行き場のないファイアフライを追い出したりしないだろ。そんなの、わかんないでしょ。いいからついてこいって。息吸って。急に、ん？どこ行った？
いや、違うな。あいつどこ行った？いや、違うね。あー、これか。息吸って、で、もう一回。お前ずっと、いたのか？ああ、それで水族館か。ここ何なの？さあな。奥行ってみる？もちろん。そもそも水族館になんで行くのかなっていうところだったけど、それはそもそもまあ舞台の進行というかスカート決着つけるためだったけど、まあそもそも応援が裏切ってみたいな感じなのね。すごいぞ。ほら、ここはあれだろ、魚の動物園。はいはい。おいな、これ見ろよ。この前アザラシ見てさ、斑点模様のやつ。アザラシは茶色一色でしょ。それはアシカ。はいはい、知ったかぶり。本当に見たんだって、この目でな。まあオーウェンとの関係性があって、オーウェンはエリーが殺したから、あそこでなんでメルと揉めてたのかっていう話になるわけだよね。ねえ、手伝って。あ。てか、アビー全然華奢なんだよな、この時。さっきと同じに人物とは思えないよね、3、4年ごと。ここ何なの？まあ、劇場みたいなもんだろう。魚見るための。何？今の鶏？狼の遠吠えだよ。俺ウルフだし。ほんとバカ。そのバカのことが好きだっつんだから、お前も人のこと言えないだろ。これショーで使われたヨットかな。いや、誰かがここに簡易ドックを作ったんだろう。まあでもなんかあれだね、感情移入するのがなかなか難しいね。子供の洋服、家族がいたんだ。この絵見ろよ。でも何とも言えないね、ジュエルたちと因縁がある二人がここまで生き残ってるっていうのもね。今どこにいるんだろう。ウルフに入ったとか、それかスカーに殺されたか。お前ほんとネクラ。そう。ちょっと待った、水族館にいる理由だよね。この家族となんか応援なんか関係性ある、もしかして今から。次そっちだね。他のとこ行ってみない？もちろん行こう。全然アビーの喋り口調というか声の太さが違うもんね。あれ通れるか。持ち上げて。ああ。まあでも確かに舞台に入ってる人はあんな感じになるんだろうね。おいお前すごいな。
昨日85キロ持ち上げた。嘘つけ。それじゃ軽く見て回ったらすぐ戻る。はいはい。まあ帰りたくないってダダこねるだろうけど。ありえない。どうかな。なあ魚いるか。いやもういないだろう、さすがに餌なしじゃ。海に繋がってんのかな。おお、クジロ。何これ。すげえ、大発見。オーエン、判定ないよ。ほら、俺が見た本物はブロンズ製でもなかったけど。分厚いガラスだな。床が水槽になってるんだ。ここに大勢の人がいたんだろう。子供たちが走り回ってさ。父さんここ好きそう。ああ大はしゃぎだろうな。うん、まあその父さんがね。まあでも分からんよね、あのワンの時の最後の医者とは思わないよね。確かにあのちょっとびっくりだな、あの繋がり方が。ここは俺がもらい、俺のものを。まあエリーもほとんど記憶ないからね、あの病院に着いてからはね、ちっちゃい時は。あげない。それ本気？まあそうだな、お前の態度見てから決める。ほんとあんた最低。かわいげない。んじゃあ上かな。そこ多分開かないよね。水族館なのに動物ね。閉まってる。マックスのうち。だから子供の名前はマックスっていうのか。ほら行くぞ、大きい子供を。規則破りの道連れにして。破る価値あるだろ。帰ったら大目玉食らうかもしれないのに。気に入ったくせに。うるさい。じゃあ感謝の言葉をどうぞ。オーウェン、素敵な場所にエスコートしてくれてありがとうさ。考えとく。それでよし。そう。ああ誰か生活してた、やっぱあの家族か。あーいやでも嘘。これって船長さんかな。うわ、なんて書かれてあるかな。父さん、マックスを連れて行くよ。こんな朽ちかけた建物に一生閉じ込めておくわけにはいかない。こんなことしたらマックスが父さんみたいに弱い人間になってしまう。母さんが兵士に殺された時、父さんただそこに突っ立っていた。臆病者みたいに。そんな人を手本にしろって。なぜ怒ってお母さんがやられた以上にあいつらを痛めつけなかったんだ。僕はマックスに人は望みを手に入れるために立ち上がるものだということを知ってほしい。立派な人間とはどういうものなのかを、この世界は厳しいことで溢れている。それを変えられるかどうか自分たち次第。弱き時こそ真の力を見出せる。いつか戻ってくる日が来るかもしれない。その時はその馬鹿げた椅子からようやく立ち上がった父さんに会えるように祈ってるよ。まあ立ち上がることはできなかったと。子供がスカーに入っちゃったんだ。マジかよ。うん。まラッキーなことに鍵は見つけた。信じらんない。骸骨なんだし必要ないだろう。なんでスカーなんかに入りたがるのか理解できない。どうして。だってあいつらかなりイカれてるし。隔離地域の中でファイアフライはなんて言われてた。テロリストだぞ。私たちはあんな狂信的じゃなかった。検問を爆破して兵士を殺してただろ。奴らとは違う。そうだけどさ。それ口が裂けてもスタジアムで言わないでよ。はいはい。まあ進めば都って言うけどね。
父親を慕う心はとても素晴らしいが、あの男は君たちを支配しようとしてる。さあね、一年前の男として振る舞うのを恐れ、君たちがまだ子供の気持ちから抜け出せないようにしているんだよと。あー、この人が、スカーに勧誘したわけね、子供をね。まあ、洗脳的な感じで連れていけるからね。いやー、エリーが亡くなってたら、そもそもまあ、ジョエルも死ぬことはなかっただろうし、っていうのはあるけど、選択で大きく歪んでしまった感はあるよね。お？これヨットの家族かな。多分そうだろうな。多分か。で、マックスの部屋に入ると。鍵試してみる？だな。これは外れ。それじゃあ当たり。うわ、時間かけて書いたんだろうな。海に囲まれる感動体験で、海にいる生物を描いてたわけか。アシカね。下に行くつもりじゃないよね。平気だって。応援これで最後。本当に最後ね。とにかく下見るなよ。行って。もうその地点で下を見てるからね。ここ見ろよ。あ、ここ侵入した時の。でもスカーなんだし、もう合ってるかも。おい、やめろよ、それ最悪。すっげー。おい、来いよ。ほう。だろ。反転あるっつったろ。はいはい。嫌だった。違うの。これのせい？デブは無理って？幻滅したんだろう。なんだよ。ごめん、私。謝るなよ。どうしたんだ？手がかりがないことは理解してる。でもジョエルはまだ生きてるんだよ。そうだな。じゃあどうしたい？もう帰ろう。訓練間に合うかも。先行きよ。自分は、もう少しアザラシと遊んでく。
本当にごめん。だから言っただろ、謝んなよ。オーベンがいなかったら。それはない。見つかる前に屋上から降りるぞ。考え直せよ。無理、何があったか分かんないし、探しに行かなきゃ。なあ、マジでダニー殺したなら。あんなクズ、私が撃ち殺したかったくらいだよ。おい、アビー。初恋の相手だったって感じかな、やっぱ。オーウェンはね。ということで、キリがいいんで今回ここまでにしたいと思います。まあ、結構ね、ストーリーそのまま見てたって感じだね。基地に着いてからは。まあ、これって、いや、2日目にまだなってないから1日目か。こっから長いんだろうなー。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。動画見てる方はここまでとなります。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまったねー。